にちは、ナフタローです。今回紹介するのは、久しぶりのライバルシリーズですね。はい、ナーフライバルアルテミスですね。はい、こちらがですねアメリカのアマゾンで今、6500円前後で、購入できるようになっております。まあ私はですね輸入代行業者を使ったのでかなりそれよりもちょっとお値段も高くなってしまったんですけれども、今買うとすればですねアメリカのアマゾンのサイトが、直接日本にこちら送ってくれますので、そちらで、買った方が一番安上がりかと思います。はい、ということで開封していきたいと思います。箱の外観ですね、こちらが表ですね。30発のライバル専用の弾が付属します。はい、アルテミス、かっこいいですね。はい、こちらが、箱の裏ですね。はい、もうアポロだのなんだろう、セミオートだのいろんなですね、ライバルシリーズの銃を構えてる、写真がございます。はい、まあすごいライバルシリーズも増えてきましたのでね、はい、アメリカのアマゾンが結構最近送ってくれるので結構おすすめだと思います。はい、こちら側面はですね、はい、カオスアトラスフェイスマスクフラッシュライトグリップ、レッドドットサイト、まあ、付属品もですね最近売られ始めましたので、これからもっとバリエーション増えていくんですかね。はい、開封開封。箱の中身はこんな感じですね。本体です、ボールですね、玉です。はい、土に1個ボールが埋まってます。説明書入ってました。内容物の確認です、アルテミス本体と説明書と、ライバル用の弾が1個、こちら30個入りの袋が1つですね。はい、こちらですね、こちらライバルアルテミス近くで見ていきたいと思います。こちらがですね、本体右側ですね、ライバルライバルと書いてあります。こちらにもですね XV2-3000 と読むんですか、3000とですかね、ちょっと間違ってたらごめんなさい。でこちらが、グリップですね、コッキングするのにも、素晴らしい握り心地だと思います。すごいですよね、結構しっくりきますね。まあ14歳以上ということでですね、なかなかここら辺になると大人が持ってもなかなかしっくりくる感じですね。まあアメリカの子供って言ったらやっぱでかいんだと思うんですけども、はい、こちらにですねスリングを取り付ける、
部分がありまして、まあ本体やはり大きいので取り付けて肩にかけた方が、落ちた時に破損しないかなと思います。こちらがですね、安全装置ですね。右側の方から見て、そうですね、こちらの棒、安全装置をですね、右側の方に出すとトリガーが引けなくなりますね。押し込んでやると安全装置が外れて弾が撃てるようになりますね。こんな感じですね。こんな感じです。そしてこちらの方がですね、ちょっと穴が開いてるんですけれども、こんな感じで、こんな感じですね。はい、こちらの方がですね、インジケーターとなっておりまして、コッキングすると、はい、ちょっとあの分かりづらいんですけども、ちょっとオレンジ色に、なるんですね、こちらの方が。で、打ちますと、はい、オレンジ色の色というか、はい、インジケーターが、色がなくなるんですね。ちょっとこれ分かりづらいんですけど、はい、まあ、あとはこちらの方でも、発射可能状態かどうか判断できます。コッキングすると上に上がりますね。はい、上に上がります。で、発射すると、下に下がります。こちらの方で発射可能状態かどうか、この2つですね、はい、見れるということで、1つご参考になればと思います。はい、いやー、かっこいいですよね。この正面から見た感じなんてね、どこのバルカン、まあよくわかんないですけど、すごいごついですしね。かっこいい。まあ左側は、おなじみのあまりペイントなどはされていない感じとなっております。ちなみにライバル用の、こちら玉なんですけれども、スポンジでできておりますが、結構弾力がありまして、これすごい勢いで飛んできて当たったら普通に痛い感じの、強度だと思います。なかなかふにふにして、結構柔らかいかなと思うんですけれども、なかなかそれでもしっかりした感じで作られておりますので、速度によっては結構痛いと思います。まあ、こればっかりは触ってみないとわからないんですけれども、はい、玉込めをしたいと思います。こちらの部分をですね、引いてもらうと、こちらの方、筒状になっている部分がですね、こちらの方に穴が開いておりますので、穴が3つですね、それぞれ10発ずつ弾を入れていきたいと思います。はい、
5、6、7、8、9、10。こちらの袋にはですね、29発しか弾が入っていませんでしたね。パッケージの端っこの方に入っていた、弾一つ全部で合わせて、30発入っていたということになります。はい、ということで、弾込めを終わりましたら、こちら先ほどスライドさせた部分を元に戻します。そうしますと、スプリングがですね、弾を押している状態になって、あとはホッキングして、引き金を引いて発射するだけになります。こちらの方にですね、棒を突き出すと安全状態になりますので、こちらのボタンをですね押して、安全装置を解除して、コッキングします。コッキング軽いですね。全然軽い、思ったより。あとは引き金を引いて弾を発射します。うわ、コッキング軽い。うおー、めちゃくちゃコッキングが軽いですね。やりやすいし、引き金もですね軽くて打ちやすいですね、すごく。素晴らしいな。そしてこの見た目やばいですよね。なんかガンダムに出てきそうな感じで、めちゃくちゃかっこいいですね。かっこいい。今こちらのですね弾が終わったので、今度こちらの部分から弾が供給されていました。こちらが終わったら、やはりこちらから弾が供給されるんですかね。やはり、よくできてますね。そしてこの、銃口っていうんですかね、回転するギミックもすごくかっこいいですよね。はい、ということで今度はですね、引き金を、引きっぱなしにして、このグリップを引きまくって、スラムファイヤー連続発射したいと思います。うるせえ、うるせえ、うるさいですねこれは。ポン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 みたいな。これはちょっと住宅事情によってはかなり配慮しないといけませんね。ちょっと上の階の人からうるせえぞって怒鳴られるかもしれません。はい。まあ、そんな感じでですねこちら威力相当に強力なアルテミスなんですけれども、初速に関しては、後ほど、概要欄の方に掲載したいと思います。もうちょっと時間ないので、後ほど後付けということでお願いします。
というわけでナーフライバルアルテミスでした。はい、相談数30発のですね、とんでもない威力のブラスターでしたね。はい、いやスラムファイヤーもう凶悪ですね。これは危険ですね。室内で遊ぶような代物ではないですね。はいナーフ用のレールは一つありまして、ここにドットサイトとかいずれつけたいなと思いましたね。やはりかっこいいですからね、絶対似合いますよね。はい、いやそれにしてもですね、あのタカラトミーのターゲットが、吹き飛ぶほどの威力半端じゃないですね。それにですね、このグリップのコッキングのしやすさですね。これ下手したら本当に普通のナーフよりコッキングしやすいんじゃないかなって思うぐらい、引きやすくて簡単にできますね。素晴らしいブラスターです。はい、ぜひとも、アメリカのアマゾンのサイトでご購入を検討してみてはいかがでしょうか。一応アマゾンの日本のアマゾンのリンクは貼っておきたいと思います、概要欄に。はい、というわけでナーフライバルアルテミスでした。いや本当に凶悪な威力のブラスターですね。はい、というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。また会いましょう。いっ